はい、どうもみなさん、こんにちは。もじゃ TV です。今回はウィニングイレブン2016マイクラブですね。ちょっとね、行っちゃったんですけど、相手の方のレートがね、856だっけ、68、68か。で、今もじゃ TV がね、808、800、なんだっけ、5か。もういきなり試合なんですけどね。北沢さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。の丸の内、そう、ゴールド対柏レイ。ああ、これ最悪じゃん。今上手くね、あれスパキャンしてさ、当てられたんだけど。いわゆる強豪同士の対決ということになります。ああ、そうそう。でフォーメーションはまあこんな感じですね。相手ヨサラだからね。イブラ、ルカスマ、サンチェス、ベイル、ロッペン、ヤヤトゥレと。前回のマイクラブはエモ？いや、いや、ああエモ。あ、マイクラブはエモ。オンディビは今回だからね。そう、慎重にシュートつく、慎重に。800ね、800ぐらいで向こうがレッドがあるからね。あぶね、裏へのスルーパス、このボールをカットします。裏に味方を走らせる。強いじゃん、多分69と8だったから。中央へ、あ、うまくやられてんじゃん。入ってたよりいや、あれいいぐらい違う。グリーズマンでしょ、あれ多分思いっきり、うまかったです。クロスボールに頭で反応、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。ああ、なんで弱くね、パス、パス弱ない。ラモス戻れ、ラモス。ゲーム展開になりましたね。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なので、いくらでも立て直しは効きますよね。クリホビアク、マトゥイディ前線へ出す。うまくボールに行きました。ああ、ね、んか、あるこれは拾われます。ロー、あ、走ってるよ。どうだ、イブラ、ロッペンかよ。カバーしましたよ。これ青目から、ミューラー。あ、ちょっと待って、ミューラーとディマリアに近いの忘れた。キーパーの反応、右サイドでも左サイドでもミューラーすげえ良かったんだよね、使ったら。そう、これやばいやばい。ふわっとしたボール、おい、おい、荒いやろ。マキュイディ、おお、すごい。この前半の序盤に先制点を奪われてしまった状況です。まあ早い段階で先制されてしまったことは焦りにつながりますからね。単純にまだ始まったばかりですから、傾向でもじっくりいけばいいと思いますけどね。イブラヒモビッチ、この試合すでにアシストを記録しています。いや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 、イブラヒモビッチ、イブラヒモビッチじゃないでも決めたのは、なんか変な金髪野郎だった。いやここね、まあ、こ、お、99になるわ、これだと。すごい、おい、柏としては、ちょっと行ってもいいんだ。ここで口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんで、やばいやばい、動かす時間帯がないですからね。キーパー、オッケーオッケーオッケー、来た来た来た、しれー、ロンベン、奥、一番奥。のようなパス、いやここでしょ。いや、呪くねえか、ちょっと。なんか呪いよね。体力を回復した？したよ。前線へ、イブラヒモビッチ、アレクシス・サンチェス、ミューラー、おお、イブラヒモビッチ、ロッペン、おいね。ああ、過信。過信だよ、お前、それは。そこまで何でもできるやつやねん。絶好調やねん。これをカットします。イブラヒモビッチに渡る。縦にボールを送ります。まだ一点分ねえ。マトゥイディ。ロングフィード。ダイナミックだね。硬いディフェンス。いやー、うわあ、ここに取れたらでかかったんだよね。今ね、スパゲンでグーッと押して当ててね、相手の体を打ち出したら相手かな。そうです。やばいやばい、ちょっと待って。なんかライバルっていうともうちょっと終わんの？終わんの？サイドのスペース。全部波になっちゃう。イブラ、あ、怖い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 。ユーズボール。全然空いてる方がイブラ存在感。やめろ。存在感のイブラ。うるさいな。こっちだってあるよ。めっちゃなんか脇役っぽさが半端じゃない。来たー。これは来たよ。早くね。シュート。うわあ。じゃペペがさ、来てたじゃん。ペペビビったお前。そう、怖えから。セコアルもねえよ。削られんだもん。いや、なんでお前そんな簡単に見ちゃったの。重いよ。これみたいなのオムネしてもらったら、そんなになんかクリホビアク、何回もボールはロッペン抜けてくる。三浦自分で行く、
うわぁ嘘やろ。あ、ルーカス抜けていけるか。ロッペめっちゃ良かったな。ミューラー味方を走らせる。今度すげー抜けた。あ、出た、大巨人じゃん。いやーなんでよ。いや、お前さ、距離早いな。いや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 。ちょ、あの位置入るんだけど。もうちょっとえぐればいいんじゃん。ちょちょ、あれさ、えぐるとさ、イブラも言ってるところコース。え、あれ入んないの？ちょ、遠いよ。誰使ってんの？この01の状況をどう捉えるかがポイントでしょうね。マジか。終了いつもこの位置してないよ。それともレシートをかけて同点狙いに行くのか。時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。急に急に見せたからさ。ああ、読んでる読んでる。さあ、イブラヒモビッチ。うわ、危ねえ、ありがとう。だから、マネです。ありがとう。ロングフィード。行かれてる可能性もあるからね。え、何何何、ちょっと多くないなんか。いやー、2本ミスったわ。マジかよ、ああいうのやっちゃいけないんだよな。3本ぐらいミスってるんですよ。やだな、これ。イブライマビッチ。あ、危ない。なんかこれ好きだよね。これこの前でもこれでやられたよね。こんなに。俺もやろう。え、でもこれあるんじゃない？やるから。やるから。始めてから。別に悪いこと気にされてないもんね。よし。一回サイド、サイド。マテュイディ。ロッペン。スルーパスを出す。うお。そのままキーパー。もう。ドンピだよね。どう考えてもヘッドとね、キーパーあの飛び出すやつ勝てないな。さあ、ベイル。あ、下にチャンスだ。でも、危ない。どうだ、はい、あれやるよ。そう。奥まで行って。いやー、ちょっと外しすぎたな。まだ前半ですから。アグエル石の。前半終え、1対0。アグエルすげえから。いや、ちょっとイブラはさ、俺一回イブラ取ってからさ、イブラがさ、うわーってやる。暴れてるとね、あんまね、豪快なことしない。そんなってましかも。優しい。優しい。優しいよ。普通のイブラ優しいのよ。クロスでも優しいのを教えてくださいね。なんかね、合わないんだよな。さあ、後半行きましょう。でまあ引き分けだったら同じだし、早めにペースを掴んでいくためにも立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますね。なるほど。あ、これないよ、ないよ。アレクシス・サンチェス少し出ましたね。抜けた。これ大丈夫。インターセプト。ほら、読んで読んで。これ大丈夫だ。ボルトとしては怖い。いや怖いんで。高さを使った攻撃をしてくるでしょうね。そう。いやーどっしょー。どう見てついてたの？ありそう。やべやべ、うちのイムラはなんか答え値が低いです。こぼれた、シュート。おお、なんやなんや、なんで片手弾きみたいな。キャッチ、イムラ。ここも怖いね、今どっちもボールを奪います。ボールのどこもパス、マテュイディ縦にボールを繋いでいきます。いや、ちょっとルーカス、オッケー、フリホビアク、マテュイディ、ロッペン、ロッペン、早い？あ、まだ、ミュラー、いい感じ。うわぁ、終わった。ふざけんなよ、マジ。マジ日本じゃん。おい、取って、ね、決める決定力。今岡崎だと決めてたで。岡崎って言ったらさ、決めたやん、日本戦で。すごかったじゃん、この古いけど。超古いでしょ、超でもないけどさ。ルーカス、なんで岡崎って思ってたの？やべやべ、サイド好きやな、この子。向こうもなんかイブラ使いこなしてるのよ。こっちのイブラ、こっちのイブラ何やの、ポケモンで言うと。俺も忘れちまった。まあでも控えめだよ。危ない危ない、大丈夫。危ない、今のあれあるよね。そう、全然マイボールなんだよ、こっち。ここまでご覧になっていかがですか？柏としては今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどもね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。うわ、激しい。ボールからガルバハル入るよ。クリホビアク、ここら辺ガルバハル、クリホビアクでしょ。ア
スワレイソ、素早いパスです。攻めあがってきます。狙いましたね。わかんない。あうわ前線へのボール大きい。日本人がすげえほんと強い凶暴や。ロッペンマトゥイディクリホビアク、いいんじゃないの。裏に味方を走らせる。ああちょ、まだまだある。うわアレクシス・サンチェス、あーくそあそこね、待っていく右サイド。あーおい二度目はなかった。将棋のさ、あのなんだっけ、あそこなんつうの、香りみたいな感じ。マトゥイディ強者、強者マリアへ当てを使います。あ、来たシュート。おーいこれはオフサイドを取られます。おーいハゲ、なんだろう、疲れてんだよ。変えたってやってくれ。いや一点決めじゃん、決めれるで、これミュラーもやべえって。ミュラーをアグエロだな、イブラ行こうとして。いやー、行って入りそうな雰囲気あんだけどな、ちょっと、こっちの方が結構チャンス多くない？決めないと意味ないからね。いい試合できてるだけに残念。でも、あと1回のチャンスとか、そこら辺でね、1回ずつズドンと打ってみたいな。そう、1人持ち上がっていく。あ、まだある、アグエロ、広い、グリーズマン左から上がっていきます。結構疲れてるからねここは人数前に行きます。スローインをカットします。アグエロ。クリホビアク。いい感じで開いた。アスワレイス。なかなか前にボールが運べません。マトゥイディ。セルギオラモス。ブラヒモビッチ。アグエロ。さあゴールに向かっていく。ああちょっとでけえ。グリーズマン。ここ。ムハンマドサラ。ジューカス。アグエロから右サイド。なんで？これは合いません。わあまだあるまだある。まだある。まだあるぞ。諦めんな。まだある。起きた。危ない。なんで？あでも一人しかない。悲しい。上げていけるか。誰も入ってこない。一旦前を取る。来た。クロスのチャンス。これで。なんでイブラじゃねえんだよ、しかも。イブラ。さあ前線へ。ここもしっかりディフェンスしました。オフサイ。オフサイでしょ。え、ライン上げたよ。自分で行く。コース空いた。クリスチアーノ・ロナウド。ああ。止まった。くそー。多いの多いの。そう、あれだけ攻めたのに。あーでもあれね、これがダメ押しボールになるのか。多分トップ早くしてカウンターすごく、今のゴールシーン相手はある程度前に行かせてからじゃないと、あんまり早めに取っても、なんか守備かけられるになるような見事なカウンターアタックでしたよね。ちょっとでも決めなかったよな、前半とか落ち過ぎちゃったな。さあボルド、さらに1点を追加し2対0としています。ボルドーとしては非常に楽になりましたね。精神的なゆとりが出てくると、おのずと視野が広がっていくので、ボールが運びやすくなると思いますね。まあまあまあ戻れないけどね。イブラヒモビッチ、よし、グリーズマン、イブラヒモビッチ、よし、前に行った。ここも高い守りでボールを奪います。ボルドーはここでファールがありました。マテュイディ、柔らかいボール、あーやっちゃった。スペキャン、あれは難しいんだよね結構。あのなんていうの、スペキャンにもさ、いろいろ種類あってさ、こう頭越すさフラパスと横から来るフラパス2種類あるんだけどさ、頭のやつが異常にむずい。すごい、あんま来ないわ。そうタイミングが多分ね、やってる方わかると思うんですけど、なんかコツあったら教えてほしいな。なんか俺はこう頭こすフラパスがすぐんだと。横はね結構止められるんだけど、ボールのさ、なんつうの、こう流れてる方向に多分スパキャンしてガーって行かせて、相手ね、なんか多分やるんだと思うんだけど、それが結構難しいんだよな。合わないんでいつも。もったいないことしたな。そう、いや俺毎回思うんだけどさ、多分ラインより自陣
ていうか相手を攻め込まなさせすぎるのよくないね多分。毎回それでなんかさ相手がさ跳ね返そうとしても多分さなんか俺らのラインまで来ないんだ相手が。そうするとどんどんギュ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 相手の自陣に人が集まってきて相手だからなんか取っても肩カチカチなんだよね。でもさ怖ない、なんか自陣まで来るのあえて多分でも相手に攻め込ませちょっとある程度攻め込ませないとスペースなんかないような気がするんだよね。まあそれはあるわ。ちなみにねオンディビはね今934です。ちょっと負けてちょっと下がっちゃってね、まあ、上がったり下がって繰り返しそうでも900、まあ、維持できてるからね、まあ、1000になったら動画出したいかなって思ってるから、まあ、いつになるのやらっていうね、まあ、あともうちょっと勝ち続けてそうあともうちょっとだからねあともうちょっと頑張って、まあ、マイクラブの方はね継続的に大体なんかオンディビだと10試合やって1試合引き分けか負けそうなんだよ、ね、で700ぐらいの人に負ける。なんか900とかだとやっぱりこっちもすぐ入るからさガッてなるんだけどやっぱり700の人とかってでもなんかね、700の人で独特なんだよ、すごい持ってる雰囲気が。まあ、700でもいろんな700人そうなんだよ。でオンリミ700の人は結構ね、なんか癖のある、ね、人が多いからね。まあ、マイクラブのもね、97だからでも、1回勝っても800戻れるから、別に。マイクラブはどうだろう ?5 月のいつからか全員。あーらしいね。まあ、俺的には全員普通だけど。うーんそうだね。嬉しいね。じゃあそっちの方が。なんかこの選手だけバカ強いですなると。そう。だからまあそれは結構ポジティブに考えてね、やっていこうかなっていうね。まあディビジョンも5だし、ちょっとでも上げて、2とか言ってないしね、うん。2ぐらいまで頑張って上げていきたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バー。